はい、こんにちは。今回、イニシエの恐竜骨の、簡単な集め方をご紹介します。ベリオロスのやつが有名なんですけども、あれは3オツするのがめんどくさいので、それよりもさらに効率のいい。だいたい1分ぐらいで、4つから6つ、入手可能な方法になります。装備の方ですけども、武器が、ガノスの装備ですね。ライトボウガンなんですけども、睡眠弾が速射で撃てるものになります。でスキルの方が、採取プラス2、状態上攻撃プラス2、連発数プラス1、装填数アップですね。必須スキルとすると採取プラス2と、連発数1です。他のスキルに関しては、なくても、問題なくできます。あった方が、早くできますね。で猫スキルの方に、秘境探索術です。こちらの方は流体性の方に、ついてますので、そちらの方で、つけてください。アイテムですけども、必要なのがオータル爆弾 G2 つ、コタル爆弾2個、で睡眠弾レベル2ですね。でガンナンやらない人は、こちらの看板娘の方で、入手可能ですので、こちらですね。で、入手してもらえれば、多分ホンズコイン結構余ってると思いますので、こちらの方で購入してください。ちょっと早速行ってみたいと思います。秘境ですけども、採取の場所が3つありまして、出るのは1つだけになります。ですので、ピッケルは別に、持ってっても持ってかなくてもいいです。ここですね。あと、オトマエルですけども、コレクトタイプを2体、持ってってください。これ今、竜骨ですけど、恐竜骨も出ます。これ、恐竜骨出なかったら、リタイアしても構わないです。一応、今回、動画なんで撮りますけど。でスタイルですけども、武士道が一番無難ですね。で寝ましたら頭に、オータル爆弾 G を1個。で、コタル爆弾。これ武士道回避してもいいんですけども、突進の時ですね。ここで寝ますんで、同じように仕掛けます。で、これで終わりです。頭が壊れますんで、はい。そしたらサブターゲットします。これ、クエストは大体これですね。1分ぐらいですね。これで終わりになります。ちょっと一応報酬の画面の方を見てみます。大体お供の方が2個平均的に持ってきてくれてるんで、おそらく今回もあるんじゃないかなと思うんですけども、無難に最初のポイントで取れなかったらリタイを、繰り返した方がまだ早いかもしれないです。あとは増えるピッケルがもし余ってるんであればそちらで増やす方法が一番早いかなとは思います。おっと出なかったですね。いつもここら辺に2個ありますんで、そちらの方で入手可能になります。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。